がありました。続きまして金森選手です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。途中出場でどんな思いでこの得点シーン振り返りますか？そうですね、見てて、裏だとか間だとか結構スペースがあったんで、そこをついていけば、シュートチャンスも何回かあったんで、全部決めたかったんですけど、本当決まってよかったです。これで最終予選に向けても金森選手自身のいいアピールにもなったと思います。どう考えてますか？そうです、まだまだ、プレーの質だとか、ゴール以外の部分で、ミスもありましたし、そういうところをまたチームに帰って、しっかり、課題を見つめ直して、また最終予選までもう半年しかないんで、しっかり、チームに戻って結果を出していきたいと思ってます。ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。見事な得点を見せました金森。